うですね、今のトップが大谷選手で106という記録なので、それを大きく超えたいと思います。まあ、これも一種の大会だと思っているので、全力を尽くして1位を狙いたいと思います。戸上は僕のイメージはスピードがあるので、まあ、ちょっと回転で上回って記録を大きく出したいなと思います。まあ、でも回転ではなんか優勝狙えないって聞いたので、ダメです。そんなことないですよ。優勝候補の2人の登場ということですか。どうでしょうか。前回と前々回の動画の視聴者のコメントの中にも、この宇田選手と戸上選手をぜひ見てみたいっていう声が結構多くて、それだけ皆さんの期待も今回高いと思うので、ぜひすごいボールを出してほしいと思います。普段からお二人の試合とかよく拝見するんですけれども、そこでもやっぱりいつもすごいボールを打っていらっしゃいますので、今日も多分とてつもないボールが出るんじゃないかなと期待しております。お願いします。速度が79キロ、回転数が150回転、記録指数は96。あれ？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 全然ダメ。15違う。あれ？マジか。回転はかなり出てるんですけども、スピードがちょっと低いかもしれません。そうか。くだりないわ。うるそ。うるそ。お願いします。マークがない。今結構ちょっと今熱かけんのちょっとやめてくれ。お願いします。強いお願いします。速度が83キロ、回転数が146回転、威力指数が103です。2位のマッチ選手と同じですね。どうしたらいいの？何も改善しない。マジで。結構回転数多くなかった。大谷さん、とても超えられますね。全然ダメですね。で、まあ大谷さんも伸びしろすごかったんで、すごい期待したい。期待してください。お願いします。107か105。スピードでいきます。お願いします。見て、お願い、マジで本当にお願い。だいぶ
速度が85キロ、回転数141回転、力士数103です。優勝候補はあれ、これが俺の10割全力で1球です。1名110いくんかが85キロ、回転数が150回転、威力指数が106。うわー、なんで？もう一回したやん、もう。回転上がってんの？はい、スピードと回転のバランスは勝ってないほど高い。そう、110いくかと思った。ハハ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 ハ松山優子。あえて。あえて。そう。あの人のフォアハンドすごいパワフルです。ちょっと期待しつつ、笑って挑む。ありがとうございます。まあ、同率1位ですか、一応、ちゃんと。まあ、ちょっと一言余計です。多分これから出る人、みんな、プレッシャー感じると思う。でも本当に90出たら、ね、やばいよ。90は、90で2回出たら、もう本当に、やばいっす。そっちのプレッシャー。やばいっす。せめて100は超えて。せめて100超えてから来た方がいい。ありがとうございました。